7000系ディーゼル機関車は、韓国鉄道公社が運用していた、旅客列車建引用電気式ディーゼル機関車である。1988年ソウルオリンピックに備え、新たに製作された流線型セマウル号の専用建員機として1986年から1987年に、かけて15両が投入された。キア自動車のボンゴに似ていることから、ボンゴの愛称がある。 電気的回路構成は、主電動機6個永久並列となっており、運行中の磁気並列あたりによる衝撃はないが、軌道加速力が弱い。初期には発電車なしに運転するために、エンジン直結の客車への電源供給装置を装備していた。特有の流線型構造のために、変運転台となった。それにより、後方の視野確保が困難なために、 逆行運転時の最高速度は時速 25km に制限され、貨物列車牽引にはほとんど使用されることがなかった。客車への電源供給装置は当初より多くの問題を引き起こした。この装置を使うにはエンジンを連続運転状態にしなければならず、停車中の燃料消費と売円、また騒音による苦情が多かった。結局、 エンジンと連結されている発電機の軸の故障により、この装置は撤去されることになった。工術の通り性能に難があったため、法定対応年数が経過した2012年までに、全車が退役している。2011年に退役した7001号は、鉄道記念物に指定され、富山広域市富山鎮区の富山、鉄道車両整備団で保存されている。 それ以外の14両は、廃車後、すべて解体処分された。韓国で制作されたアニメーション、ティティポティティポの主人公ティティポのモデルにもなったが、車軸配置が BO、BOBO になっている。運転室の窓が1枚になっている。モデル機にはない運転室上のライトが備わっている。当事者とは異なる部分がいくつか見受けられる。ありがとうございます。